忍、ここに勝っても、はい、おわー、ドッキーの陣、ここに勝っても、悪の霊の時には全く錆びてないです、はい、もう任されますよね、はい、そしてパークなのかな、ニュージャパンカップに登場、金丸義信、相手は新日本のヤングライオン、超上から目線でひねり崩しに行きます、コーナーに逆さづりにした金丸です、うわ、上から踏みつけていく、顎のあたりに足を当てていく、これは反則ですからね、そしてバックドロップ、重い重いバックドロップ、頑張れよ、コーナーで腕のディープインパクト、まあ、さあ第1試合スペシャルシングルマッチ、マスターワト対金丸義信、まずは青コーナーから鈴木軍、ビールマスター金丸義信の入場です、これはやはりこの戦いの場としては、おー、鉄柵を使ってのギロチンドロップのような形になりました、得意の動きですよね、今のキスターワトにとってはで、今度は今度下しか下から回り下から回り下からカウント3入ってしまった、妙義、妙義、80%、西森大樹組に勝利、そして最後の最後、武士広野組に勝利、金丸義信、一生会場してもらう、他のチームもいますし、おお、素晴らしい、この独特のね、片足で踏み切るような金丸選手のドロップキック、レフリーのその視界の中に光入らないんですね、そうです、うまく対角線でやってるんです、ブリティッシュコール、ヒロムが行く、ヒロムが行く、ポップアップスキー、これはやばい、レフリーが来ないと思いきや、パークが出ました、パークが出ました、角の角で一撃、第62代チャンピオンチーム、今日が初防衛戦となります、回った、これデスペラード選手に、あ、場外でスナップスープレックス、強しってるね、腰、いや、お、当たるか、ブーサップ、当たった、ある金丸義信の存在が必要不可欠です、うまいですね、はい、そして金丸が各自分の足を破壊しているのがワン・フォア・エイト、ここは金丸義信だ、ここはトライダー、あーしてしまった、はい、最新数のマッチアップ、ここもレフェリーを使っていく、いやですからライダーさん、こういったところをマスターワトがどう攻略していくのか、そうですね、ここは全体が余計、ロンドンの前を掴んだ、エンズに捉えていく金丸義信です、いやー、マウンタンボーがすぐに、いや、テイクアウト、うわー、頭下がりましたね、下がりましたね、はい、スケショーが狙ってんだろう、狙ってましたかね、ブリティッシュボール、うわ、すげえな、来いと、おお、頭よすぎんな、これはこれ、これ待ったぜこいつらが、これ待ってた、そうなんだよ、鈴木軍、金丸義信、エルデンベラード、この2人もまたタッグの妙義というもの、現在の進行形で新日本プロレスのマットで見せ続けているタッグチームです、そこを狙ってくるでしょう、逆襟型で両手に当たってるとこもね、本当にこう痛いんですよね、上からこう返したとかね、同じ球の目勝負ができます、もう一回前進、これ最後田口本当に破れかぶれで出すから気をつけたわけです、それだけは、あ、嘘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 、カムカムスプラッシュ、これが金丸義信という男、
タッグの職人、料理を見せつけられました。突然防寒じゃねえ、そしてもう一発だ。お、切り返す、切り返す、どうだ。あー、急所。レフリー、レフリー何やってんだこれ。さあ、ディープインパクト。ここで決まった。しかし優勝決定戦となりました。いや、やっぱりでもこの2チームが上がってきたかってちょっと思っちゃいましたね。さあ、突破できるか、突破できるか。うまく同州調査を取って、さあここで突破したいが捕まえられない。さあ、レフードロッキック。インベルトはこれレフリーない。いよいよそのベルトを取り戻す時がやってきました。こちら金丸吉田。一難太がつながりました。あ、踏んでから行く。そして金丸はすぐさまこの3ゲームがチャンピオンの2人戦う。あー、やり返した。うまい、一気圧とかわした。今度は一回式、うまい、DDT、うまい。足をかけて捉えた金丸、それでも持ち上げるのは石森。パワーがある、石森が持ち上げた。うまい、金丸、うまい、金丸、うまい、金丸、うますぎる、うますぎる、巧みだな。なんとか同じ石森。ウイスキーの深みは、ね、ウイスキーのような深みがある男だもんね。芳醇な、そうした、ね、はい、見事な戦いぶり、ベルトを奪還しました。